どうもラグチャンネルです。今回はこちらモノマスターの5月号を見ていきましょう。特別付録がこちらミッフィーデザインのグリドルということで、こちらめちゃめちゃ楽しみにしておりました。早速開けていきましょう。お値段の方は税込み1990円みたいですね。じゃ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 ん。私グリドルって初めてなんで、そういった意味でもすごい楽しみです。ほっ、おー結構軽いですね。じゃじゃん。これと、はい、この取っ手は、あーはいはいはい、ここに差し込んでいくのね。おー結構硬くてしっかり入ります。はい、ということでこちらがミッフィーデザインのグリドルということになっております。いや、これめちゃめちゃ良くない？非常に使いやすいサイズの手軽なグリドルっていう感じなんですけども、表面はこんな感じでマーブルみたいな感じになっておりまして、こちら材質は鉄なんですけども、表面にはフッ素樹脂塗膜加工がされておりまして、非常にすべすべツルツルしてる感じになっております。料理もしやすそうで、取っ手の方は木製になっておりまして、表面にはミッフィーの彫刻がされております。裏側には宝島社の彫刻もありますね。でこちらは先ほどお見せした通りこんな感じで外すことができまして、結構がっちりはまりますんで、安定して持つこともできるかと思います。ただ結構ね、取り外し固めではありますんで、チリチリに熱くなってる状態でつけようと思うと少しつけにくいかも。直径は 220mm で、深さは案外あって、どれくらいかな、少なくとも 20mm 以上はありそうですね。焼き物や炒め物、あと煮物、揚げ物なんかもいけちゃうよっていうことになっております。ただ IH は非対応で、空炊きは NG、 そして強火もあんまり良くないみたいです。フッ素樹脂塗膜加工がされていますんで、洗う時にたわしとかカヌダワシとかで傷つけるような感じでゴシゴシ洗うと剥がれてしまいますよっていうことになっております。ということで早速こちら使っていきましょう。ちょっとスーパーで買ってきた感がすごいんですが、こてっちゃんとラーメン用の野菜セット、こいつでホルモンのね野菜炒めを作っていこうかと思います。作るものが庶民すぎる。油を少し垂らしまして、弱火中火くらい、全部いけるかな。いいかな。やってることがフライパンすぎる。すごいスベスベしてて使いやすいですね。いただきます。本当にマジでアウトドアでも何でもなく、ただの夕飯と化してるんだけど、これくらいの料理だったらこのサイズで十分ですよね。そんなでかいやつ持ってこなくてもいい。めちゃめちゃ軽いからさ、キャンプ道具の中にこれ1枚忍ばせておくっていうのはめちゃめちゃいいと思うよね。焦げちゃってるところもフッ素樹脂が塗られてますんで、結構ねほら簡単に焦げが取ります。ごちそうさまでした。またね。